はい、じゃあ、後半戦よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっとこう、プライベートのこともちょっとご質問いいですか？はい、はい。今の現在のお仕事なんですけども、はい、まあ、過去の動画で知ってられる方も、中にはいらっしゃるかもしれないんですけども、はい、現在のお仕事は、簡単でいいので、はい。そうですね、この今乗ってる軽自動車、はい、軽のバンですね、貨物車両なんですけど、これに乗って、まあ、配送の仕事をしてます。配送業。配送業です。わかりました。今後ですね、撮影してみたい、企画だったりとかなんかってこうなんかあるんでしょうか？そうですね、一応なんか企画みたいな思いついたらメモ帳みたいなところに残してやってますね。ただ最近はその企画的なものは、まあ、実行できてないんですけど、日々の大丈夫だよばっかりになっちゃってるんですけど、一応そうですね、ちょこちょこメモはしてます。あの以前の動画で、山に登ったりとか、はい、あのたくさんな、仲間と、登る動画があったと思うんですけども、ああいうのは今後もあるんでしょうかね？そうですね、山登り系はまたある可能性はありますね。はい、まだちょっと、まあ、不定期なので、一応まあその仲間たちとの兼ね合いもあるので、またあれば、その企画自体があれば、まあ、参加させてもらってるというような形なので、僕が企画をやってるわけではなくて、はい、参加させてもらってる側なので、まあ、またそういう機会があれば山登りはしたいですね。やっぱりいい景色だったりとか撮れるんで。まあ実は今の質問させていただいたのはですね、近い視聴者さんからですね、とてもあの景色が良くて、ちょっと仕事で嫌なことがあった時に、2回目のあの山を見に行った時ですかね、はい、景色の映像がすごくとても良かったという、ご意見をいただいておりまして、はい、また今後、あればまた、景色の映像をちょっとまた綺麗な映像を見たいなというのがあったので、ちょっとご質問させてもらいました。はい、ありがとうございます。はい、で続いてですね、YouTube での、初収入をいただいた際に、一番初めのこう使い道などなんかありますか？まあそうですね、まあまだもらってるわけではないのでちょっとわからない部分は多いんですけど、そうですね、ちょっと借金返したいですね。借金借金があるんですか？借金あります。借金返しながら、そうですね、はい、もうまあまあ基本僕はもう本当バカでクズなんですけど、まだ本当に20代の時に作った借金がまだ残ってたりとか、そういうのも本当クズなんですね。結構長い。そうですね、長い、はい、まあ、ちょっと放置してたりっていうのもあったり、まあ、やっと返すようになったりとか、まあいろいろあるんですけど、そんな、まあ、めちゃくちゃとんでもない額ってわけではないんですが、まあ、借金の返済に回したり、そうですね、まあ、機材買ったり、まあ、ちょっとね、まあ、実家暮らしなので、ちょっと多めに実家にねお金を入れるっていうのも今後はしていきたいですね。いいですね、それ。でちょっとだいぶプライベートの話になってしまうかもしれないんですけど、現在彼女、だったりとか、なんかこう女性関係のことちょっとご質問したいなと思いまして。そうですね、独身なので私は、まあ結婚したいなとは思ってるんですが、なかなか彼女が作れない。
ですね、なかなか興味がないわけじゃないんですけどね、できないんですねっていう感じですね。もうかれこれ何年いないんだっていうぐらい、ちょっともうか数えきれないぐらい時間は経ってますね、彼女がいない歴で。出会いは何ですか？出会いはね、はい、あると思うんです。 あるはあるんですよ、はい、あるはあるんですけどね、なかなかこう僕のアンテナが、僕のアンテナがちょっと調子悪いのかもしれないですね。あんまり電気が走らない、ほんま電波が届かないと言いますか、だいぶ鈍ってるんでしょうね。ちょっと一回アンテナを新しくした方がいいのかもしれないぐらい、ちょっと鈍いですね。出会いはあるはあります。あ、出会いは、はい、あります。で今後はちょっとこう彼女も、そうですね、はい、希望は捨ててません。わかりました。あとですね、もちろん YouTube を、配信してる側でもあると思うんですが、よく見る YouTube チャンネルとかって何かありますか？あ、僕が見る YouTube チャンネル、はい、はい、よく見る、そうですね、まあ、撮影する側なのでちょっとまあ、カメラの動画とかそういうガジェット系を紹介してる方、誰だか渡辺さんとかいう方の、まあ、商品紹介動画みたいのはちょこちょこ見てますね。あとは千原ジュニアさん、はい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 、ジュニアさんの動画はちょこちょこ見てますね。毎回見るってことはないんですけども、気になるのがあれば見るというような、なるほど、感じですね、はい、なんかこう違う人のその YouTube を見た際に、自分もちょっと今度こういうの撮ってみようかなとか、なんかこう参考になったやつとかは過去にあるんでしょうかね？あ、そうですね、やっぱりYouTube 始める前はですね、もう日本でナンバーワンですよね、あのヒカキンさん、はいはいはい、ヒカキンさんの動画とか見たことなかったんですけど、はいはい、YouTube 始めるにあたってヒカキンさんは見るようになりましたし、ヒカキンさんの動画がまあ一応一つの教科書といいますか、これがお手本なんだろうなっていうところで参考にはさせてもらってますけど、さすがにちょっとヒカキンさんほどの編集だったり、まあ、クリエーなんて、なんかクオリティはなかなか追いつけないですけど、うん、まあでも参考にはなりますね、その動画の作り方っていう部分では。ヒカキンさんはすごい人だったんだなっていうのは改めて気づきました。この人はすごいんだって。なるほどなるほど、まあ、YouTube といえばみたいなのが、そうですね、ありますよね、うん、まあ、あとヒカルさんっていう人もなんか結構、ね、そうですね、なんかたくさんいらっしゃいますよね、はい、で続いて1日の中で、まあ YouTube 今日も撮影しなきゃいけないなっていうのはもちろんあると思うんですけども、なんかこう、まあ、YouTube を撮ること以外にですね、流れとしてこう一日でこういう時楽しいなとか、なんかってこうありますか？楽しい時間、楽しい時間、はい、楽しい時間はどうなんですかね、まあ、景色ですね。やっぱり僕は、まあ、車を運転する仕事自分で選んでるんですけど、なんでやってるかというと、まあ、この目に入ってくるこの景色っていうものがすごい好きで、まあ、自然だったり、まあ、建物もそうですけど、目に映るものっていうのが好きなので、そういうのを見てるのは楽しいですね。結構 YouTube にもそれはつながってくるのかなと思います。この自分で見た、ああいいなっていうものを自分で撮って、それをこう視聴者さんにこうお届けしたいなっていうのはあるので、動画撮ってなくても景色見てる時っていうのは
楽しいですね。うん、なるほど、ありがとうございます。先ほどのその前半戦にですね、登録者数が今現在100人と、はい、いうことだったと思うんですけども、まだその数十人だった時とですね、初3桁、100人になった際のなんかこう撮影する際の、まあ、意気込みであったりとかなんかっていうのが変わったりとかなんか変化はどうでしょうか。そうですね、何も撮ってる内容は基本的に何も変わってないんですけど、逆にあの背負ってるものは3桁っていうことでちょっとグッと重くなって引き締まった感じがしますね。なのでちょっとこう、はいはいはい、より一層頑張らなきゃいけないなっていう思いはありますね。ただ動画に反映はされてるかちょっとまだ分かりませんし、はいはい、まあ、実際されてないと思うんですけど、ちょっとその部分はこう、なんか背負った感じはしますね。なのでちょっとプレッシャーはちょっとあります。ちょっと僕がこう過去の動画をですね、何作品かちょっと見させていただいた際にですね、結構こう視聴者さんのことを結構気にしてらっしゃる部分が結構映像にも残ってらっしゃると思うんですけども、でやっぱり結構気になる部分、配信してる側から、言わせるとやっぱ気になる部分も多いんでしょうかね。僕が動画の中で気にしてるっていうのはどういう、よくある発言が、まあ皆さん これもいいですかねとか、まあちょっともうこれはこの絵はいいですかねみたいな形で結構終わっちゃう、自分でフェードアウトしてしまう部分があると思うんですけど、例えば仮に、視聴回数登録者数が多くてコメントも多く書かれてる人だと、例えばリアルにコメントでもうちょっと景色の撮影絵が欲しかったなとか、はい、なんかだなっていう意見があってからのそういう発言だったりとか、っていうのはまあ見ててもちょっと分かりやすいっていうかっていうのがあるんですが、結構自らあんまこの絵もいいかなみたいな形で結構もうちょっと見たいのになっていう方ももちろんいろいろいらっしゃると思うんですけど、その自ら結構フェードアウトしちゃってる部分結構多く見られるなっていうのがあるんですけど、あれはなんかこう特に意味があってそういうわけじゃなくでしょうかね。そうですね、なるべく、まあ、自分で撮って自分で出演して自分で編集してまあやるっていう部分で、まだまあ客観的に一つのこの動画、まあ、編集する上でですね、このまだ分からない部分、自分でまだ何が正解なのか分からないっていうことも結構多くて、あ、僕はなんか動画として面白いなと思って撮ってたり、もういいなって思う、まあまあもちろんみんなあると思うんですけど、そこのこう境目っていうところでどこでこう切るか、まあ、切らずにっていうのももちろんいいんですけど、やっぱ一つの動画を、まあ、基本毎日動画アップしてるので、やっぱり毎日30分の動画を上げるっていうのもまあありかもしれませんけども、僕のこう リアルな僕の編集の仕方っていうのは、まあ、スマートフォンで撮影してスマートフォンのアプリでスマホでこう編集してスマホからアップロードしてってやってるんですね。で毎日長い動画をやるとやっぱスマートフォンにすごい負荷もかかりますし、まあ、容量的にも負荷もかかりますし、いろいろとまあ、問題が発生するんですね。いろいろ動画を書き出したりする時間がもちろん増える。そうなるとこう時間がどんどんなくなって、編集に時間が使われちゃうんで、なので、まあ、なるべく動画は長くしないようにっていうのは基本的には考えてます。まあ、たまに長い動画もありかなとは思うんですけど、そういう部分で、まあ、一つの一日一日動画を編集する上でこう切るポイントっていうのが本当自分の中でこう毎日悩みながらまだまだ作ってるので、そういう部分で
ちょっと物足りなさを感じる場合もあれば、逆にいやここ中だるみというか ここ長いなって思われてるんじゃないかなっていう部分もあって、いかに自分が作りたい作品というよりはもう見てる人が楽しんでもらいたいっていうのがやっぱ基本的にあるので、なので、まあ、たまに問いかけ、動画の中で見てる人に問いかけたりすることはまあありますね。ちょっとここまでちょっと質問っていうかですね、発言していいもんなのかちょっと申し訳ないんですけども、一つよろしいですか。はい。ちょっとこれ例えにもなるんですが、美味しいラーメン屋さんが例えばあったとするじゃないですか。そのラーメン屋さんはこだわりの店主が、まあ、自ら、作った味を、美味しいという人たちがこうこぞって来てくれると、まあ仮にそれの例がこの YouTube、今のこの撮影に対しての YouTube で、重ねますと、僕はそのなんでこう自分でなんでそういう発言出ちゃうのかなっていうのは、もしかしたらそのラーメンの作るのが自信がないんじゃないのかなっていうのを感じてしまったので、僕はこうしげるさんがこうこの絵が楽しいとか、この絵が綺麗だなっていうのをちょっと表現を、まあこれが僕がちょっと言うのもあれなんですけども、ちょっと今後もしそういう自分にネガティブじゃないですけど、仮に30分撮影しても編集して嫌だなと思うとこは切ればいいじゃないですか。なんでその言葉でその撮影選んだ編集した中での選んだ中でもうこれはいいかなっていう、その自分がこの伝えたい部分を発言しちゃってるのが残されちゃってるっていうのがちょっと僕は残念だなっていうのがありまして。なるほど。はい、撮影してるそのしげるさんを好きで見てくれてる方、まあ仮にですけど車屋さんの YouTube やっぱ大体車関係の、YouTube が多いと思いますし、今こう人気ないうゲームだったりとかっていうのも、ゲームが好きな人が、まず見られてるのが大前提じゃないのかなとちょっと僕は思うんですけども、はいはい、なんでこう少しずつでもこう登録者数が増えたのも、もちろんその撮影がまあ撮ってる感じがその好きで、また見たいなっていう方でこう登録者がその増えた部分もあると思うんですが、大前提にその平山茂さんっていうのがこう面白いな、好きだなっていう方がちょっと僕は多いんじゃないのかなとこうちょっと、思いましてですね、まあ今後の別にそれはアドバイスでも何でもないんですけど、一視聴者としてちょっと感じた部分っていうかですね、もっとこう自信を持って、自分に僕は自信を持ってほしいと思いますし、なんかこう自分の撮ってる、せっかく撮ってる綺麗なのとか、自分がこれを撮ろうと思ったのをネガティブのところをあえてその多分あれ 何十分か30分とかのも5分とかにされてると思うんですけども、そのネガティブのところを残すのがやはり、まあ、僕としてはちょっと、もったいないなっていうか、はい、はい、ちょっとそれは感じた部分の一つで、ちょっとはい、ちょっと発言させていただきまして、この差し支えないであれですけども、はい、そうですね、はい、もう僕には特技とかね何もないんで、ゲームもやらないですし、なんかね釣りもやらないし、ギャンブルも特にそんなに、まあロト6やるぐらいですけど、本当趣味が基本的にないので、そんな中でまあ動画をねやろうと決めてるんで、もう自分というもう本当にこの存在を、この僕というこの存在を面白がってもらう以外はないんですね。なので頑張ります。ありがとうございます。はい、最後にですね、はい、
まあ今回ちょっとこういうインタビュー的な形になってあのを、撮りたくてですね、ちょっと僕が撮らさせていただいてもらってるんですけども、はい、まあ今後、まあ今100人ですけども、ね、今後、1000人、1万人とどんどん増やしてもらいたいんですが、まあこう今までこの100人の登録者数のユーザーさんに対して、最後にちょっと一言いただけますか。本当にそれは伝えたいなと思ってるんですけど、本当にもう感謝しか本当になくて、YouTube 始めるときはもうなんか1000人楽勝だろうみたいな、1万人楽勝でしょ、絶対楽勝と思って、まあ、始めてみたんですけど、実際まあそんな視聴者さんがね喜んでもらえるような素材なんて僕には何もなくて、まあ、さっきも言ったように特技も何もないんで、得意なものがないので、なので本当にもう自分の素をもう前面に出してやるしかないっていう状況で、まあ、1000人ぐらい行くかなと思ったんですけど、やっぱり本当にリアルで、本当にリアルで、視聴回数にしてもチャンネル登録してくれる方の人数の上がる人数が増えていく様子を、まあ、自分で毎日チェックしてるんで分かるんですけど、本当に一人チャンネル登録される方が増えるだけでも本当にめちゃくちゃ嬉しいんですよ。うわ一人増えたっていう、それが本当に積み重なって、まあ、やっと100人なんですけど、このもう本当に嬉しいです。まあ、もう何万とねチャンネル登録者数がいる YouTuber さんからしたら、まあ、全くもっと大したことないと思うんですけど、まあ、でもそんな YouTuber さんも多分最初の100人は絶対に嬉しかったはずだろうなっていうのは僕も体験できたので、ちょっとそれは嬉しいですね。なんか本当に YouTube 最初は舐めてましたけど、本当にやってよかったし、本当にリアルに100人達成できたのは嬉しいし、本当に登録してくれた方は本当にありがとうございます。本当に頑張りますとしか言いようがないっていうぐらい本当にね、本当に嬉しいです。本当にありがとうございます、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ今回まあ100回記念という形で、僕はちょっとこうこのなんかインタビュー的な感じを撮りたいなというのがありまして、100人ですね、申し訳ないです、100人、はい、登録者数100人のあれでですね、ちょっと僕は撮りたいということで、はい、今回ちょっと撮らさせていただきました。まあまた今後ですね、明日も明後日もまあ撮影アップされると思うんですけども、今の形は大丈夫ですかね、こんな感じで。そうですね、大丈夫ですね。すいません、そういう感じだったんですね、最後はね。まあまあ大丈夫ですよ。警告音が鳴ってますからね。はい、あ、これ効果音じゃないんですか。あ、効果音じゃない、あなたの携帯が鳴ってるんですか。そうですね、またやろう。警告音が鳴ってますね。それから何マナー戻りしなさいよ、あなたは。そうですね、本当に申し訳ない。まあでも大丈夫ですよ。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。よかったです。はい、まあちょっと、長く、撮らさせていただきましたけども、いい、またこれはしげるさんの方で、はい、まあ、いいとこ悪いところはもう別として、また編集していただいてですね。そう、これ僕が編集するんですよ、ね、あ、そうですね、はい、はい、ノーカットでいきますよ。ノーカットで、ノンストップノーカットで。わかりました。じゃあちょっと長い時間ですけど、はい、お付き合いありがとうございました。 ありがとうございました、はい、はい、じゃあこの辺でちょっと聞かせていただきますので、はい、今後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。